兵が極めた、国鉄王国、広島も、ここに来て、終焉への足音が聞こえ始めました。基本番台からの改造であるクハ115、550、600、650番台車が、空前の灯火となっているのです。今回は、国鉄時代に、改造された、クハ115、戦闘車化改造車を、特集してみました。クハ115、607、サハ115からの改造で、初めて分散型クーラーを、搭載した、試作的用途の強い車両でした。AU13 クーラーが、4機のみで、高性能リドアであったりと、異彩を放つ車両でしたが、この撮影のわずか数週間後、重機の餌食となってしまいました。607と同じ、サハ115からの、改造である、クハ115、608。こちらは、AU13 クーラーを、6機搭載、体質改善車と編成を、組むため、塗装変更のみ行われた、いわゆるクソタイプ。この頃に戦闘車化された車両は、運転台を新たに製造しており、1000番台の戦闘車に、準じた仕様となっています。なりくり構わぬ昨今の魔改造と、比べると、少しはデリカシーが感じられる仕様ですね。モハ115改造のクハ115、556。トイレのない上り川戦闘車としては、このグループ唯一の存在となりました。クハ115、654はモハ114の改造車。くしくも、もともとはクハ115、556と、モハユニットを組んでいた車両です。クハ115、652は、現役最古の JR 新性能電車として、脚光を浴びる車両です。このグループでは唯一、瀬戸内色で今も活躍を、続けています。広島地区の増発、パターンダイヤ化に、貢献したこれらの車両も、製造から40年以上が、たち、これらが姿を消しも、そう遠くはないものと、思われます。とはいうものの、ボロボロで置き換える、自転車操業はもうしばらく、続く気配。某広島支社が、これからもネタをばらまいてくれることを、期待したいような、したくないような。ともあれ、彼らの最後の活躍を、静かに見守りたいと思います。